岩渕真奈、彼氏。プロフィール岩渕真奈。愛称リトル真奈、マナドーナ。生年月日1993年3月18日。身長155cm、 体重 52kg。 出身地東京都武蔵野市。所属ドイツバイエルン。芸能事務所セントフォース。ゾーン部門ポジションフォワード。 J3FC 琉球の岩渕良太は実兵。学歴東京都立小平西高等学校、2011年駒沢女子大学進学。2005年日テレエミーナ入団。2007年日テレベレーザ登録。AFC U16 女子選手権日本代表。2008年 FIFA U17 女子ワールドカップ日本代表。女子サッカー界の未来のスター。大会 MVP に当たるゴールデンボール受賞。アジア年間最優秀女子ユース選手賞受賞。2009年 U19 女子アジア選手権日本代表。大会 MVP 2年連続アジア年間最優秀女子ユース選手賞受賞。2010年サッカー日本女子代表なでしこジャパンに初招集。2011年なでしこジャパンアメリカ合衆国限定メンバーに選抜。 FIFA 女子ワールドカップ W 杯ドイツ大会出場、初優勝の快挙。なでしこリーグ担当賞ベストイレブン受賞。2012年右足小指の疲労骨折、全治3ヶ月。ロンドンオリンピック日本女子代表メンバーに選出。2012年女子サッカードイツブンデスリーガの PSG1899 ホッフェンハイムへ移籍。2014年バイエルミュンヘンへ移籍。芸能事務所セントフォース。ゾーン部門とマネジメント契約。2016年リオデジャネイロオリンピックのサッカー女子アジア最終予選の日本代表なでしこジャパンメンバーに選出。韓国戦、ベトナム戦、北朝鮮戦でそれぞれ1得点のチーム得点王。チームは予選3位で3大会連続出場していた五輪出場権を逃す。岩渕真奈は稀に見る可愛さと実力を持った美人サッカー選手です。なんと17歳でなでしこジャパンのメンバーに選ばれています。なでしこジャパンの中で圧倒的なオーラがありますね。アイドル的に最も可愛いですね。芸能事務所のセントフォース、ゾーン部門と契約しているのも納得です。セントフォースには川田裕美、神田愛花、久野美千代、小林麻也、中田亜希、西尾ゆかりなど売れっ子のフリー女子アナも多数所属しています。セントフォース、ゾーン部門にはサッカーの宇佐美貴史、バスケットの五十嵐圭などがいます。彼女はビジュアルが抜群でサッカーのセンスも超一流です。ドリブルのキレも半端ありません。2016年のリオ五輪サッカー女子アジア最終予選でもチーム得点王でした。若きエースストライカーです。宮間綾から将来のなでしこジャパンのリーダーに指名されています。ここで気になる岩渕真奈の彼氏についてです。岩渕はサッカー日本代表の宇佐美貴史と2015年7月30日のトンネルズの皆さんのおかげでしたに出演しました。番組内で木梨が彼氏のことを岩渕に尋ねたのでしたが、岩渕の答えは一言何もないですでした。木梨の告白を待つタイプかなに宇佐美が乙女ですと答えました。そして岩渕はドイツに住んでるんで彼氏は無理ですよねと言っていました。岩渕と宇佐美との関係ですが、
ているような関係では絶対にありません。宇佐美は結婚しているからです。岩渕真奈と宇佐美貴史は同じ時期にドイツのクラブチームに所属していました。ドイツ暮らしでは岩渕が宇佐美夫婦のところに頻繁に訪れ、半同居と言われていました。岩渕は2012年に女子サッカードイツブンデスリーガの TSG1899 ホッフェンハイムへ移籍し、2014年にバイエルンミュンヘンへ移籍しています。現在彼女は世界に通用する超一流の女子サッカー選手になるためにしっかりした目標を持ってドイツでサッカー修行をしているのです。日本と遠く離れた生活圏、サッカーに対するストイックさからも彼氏はいないと考えられます。ネットでも噂になる彼氏の存在は検索されませんでした。以上です。情報ですね。これからますます進化する岩渕真奈を応援していきたいですね。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。